B1 復帰3シーズン目に挑むナイナーズ。新たに指揮を取る地元仙台市出身の落合義郎ヘッドコーチ、そして選手スタッフが今日午後青葉区の大崎八幡宮を訪れました。クラブ創設20周年の節目となる今シーズン、新加入7名で選手が大幅に入れ替わったナイナーズですが、腕試しとなった今月の東北カップでは大会連覇を達成しました。その手応えとともに来月5日ホームに横浜 B コルセアーズを迎え、シーズン開幕戦に臨みます。シーズン通しては僕らまだ優勝したことないので、初優勝というところを目標にしていて、そのためにはチャンピオンシップに出なければいけないので、そのチャンピオンシップに出るためにしっかり頑張っていきたいと思っています。